今回は6年生を送る会に関するスレを2本紹介します。1本目は2021年2月に建てられたスレです。6年生を送る会の練習だるすぎてきた。やりたくねえ。こっちはお遊戯会の練習だるすぎて慣れてる。小学生から何時やらん方がええ。週間休み潰されてくさ。舐めてんのか。お受験組はやらなくていいという風潮。練習なんかあったか？我は送られる側や。ケンタロウサボるなよ。コロナで騒いでるのに体育館に集まるんか？くさ。わいも今あち用のお花作ってるわ。早く終わらせてサッカーしたい。ちゃんと歌わなかったら全校切れててくさ。二分の一成人式の劇の用意だるすぎてくさ。女子マジよぜ。告白くらい一人で来いよ。わいが悪者やんけ。ちゃんと魂込めて送り出すんやぜ。さすがに医学部のオイコンの話やろ。そんなもんないぞ。ソースはぼっち医学生のわい。君が今日の給食何？きなこ揚げパン。ジュース飲めるから楽しい。6年生もあれ求めてないよな。みんなで合唱の練習しようと思ったら去年卒業した先輩がバイク乗って校庭に乗り込んできた最近。5、6時間目が潰れるから嬉しいやろ。さっさと帰らせてくれ。敵は走れメロスだよな。小学生芸人。サプライズの歌練習だるいわ。あっくん泣いてたわ。練習なのに泣いててくさ。5年生はリコーダーで BGM 演奏せなあかんからな。お前らグーとパーで分かれるぞ。グーログーログーロッパ、矢印これ。今思うと何がロなのかさっぱりわからん。グッドパーで合わせ、や。学年違いなんて関わりほぼないのになんであんな行事やったんやろな。お互いに時間の無駄やん。うちとないやからコロナで亡くなったわ。勝手は大変やな。おい、今日は見るメイク出るらしいぜ。嫌いやから隣のデブにぽい。リーダー気取ってるマンさんめんどくせえな。1限と2限の間の休み時間に中とかつけるやつ異端審問するぞ。自分から出るのだるすぎてくさ。5時間目に持久走やるの頭おかしいやろ。給食全部出るわ。ストレッチマン来てくさ。うちの中学毎日3年生を送る会の練習でだるいわ。声出てなかったらキレるジジイなんなん。お前がその声量で歌えばええだけの話やんけ。内容一つも覚えてないわ。おい、今日もパンの早食い競争やるよな。小ジェイミン多すぎやろ。6年生とかババアすぎて興味持てんわ。ちな4年、おっさんでくさ。わいは2年やで。ポッケとストレッチマン学校来たことあるで、すごいやろ。僕たち、私たちは他人が考えた使い回しの思ってもない言葉を何度も何度も練習して言う意味ってあるんか。配膳係ちゃんと漏れや量足りないんやが。コロナで効果歌わなくなって最高や。普通何回もやり直しさせられるからな。いつまで喋ってるんだ、そこ。男子ちゃんとやってよ、最後なんだよ。6年生って結構崖っぷちよな。2年生の授業に出てるやつもおってビビるわ。明日誕生日だからお母さんにこれ買ってもらうんを。スマホ取り上げられてるバカおってくさ。普通便所でやるやろ。土曜日学校終わって昼飯食ったら集合な。小5で何生とかやめとけよ。せめてまとめにしとけ。一同、ありがとうございました。サボってキックベースボールしようぜ。5、6年生のやつら、校庭の占有率高すぎ、ねや。交換日記もらってないやつはまさかおらんよな。トイレでうんこもできないぞ子供が。トイレでうんこしてんの？聞くわ。言いふらしとく。おなら我慢するの大変すぎ。また幼児対抗してんのかお前ら。これとか卒業式って練習いらんやろ。貧血で倒れたやついてビビったわ。またあっくんが暴れてるよ。今は彼のおじい飛び立とう飛び立とう未来信じて。旅立ちの日にの練習おもろいやん。6年生代表が在校生に向けて読み上げる臭いメッセージで爆笑。送る会の練習でも卒業式の練習でも怒られるゴミーベ。ちょっと男子。うわぁ、金が映った。これ小学生の時にしか見んけどかなり残酷よな。手なし一生バリアという無敵技。楽しかった。修学旅行、みたいなネタする芸人って何やったっけ。ガチの小学生一人ぐらいいそう。うんこマンのあっくんだ。トイレの個室入ったらうんこマン呼ばわりって本当どうにかした方がええよ。例えば君が傷ついて、くじけそうになった時は、必ず僕がそばにいて、支えてあげるよその方を。なんでお前らそんな国名に覚えてるの？6年生を送る会ってあれ全国共通の催しだったんか。お世話になった先輩方かっこそんなに世話になってない。お前ら昔に話する時だけ生き生きしてるよな。氷鬼ってのがめちゃ流行ってたけどわかるやついる？わいと弱弱人間は1年からトイレの番人やぞ。覚悟なき者は立ち入るな。わ今から仕事やがなんでこんな昔の話してるんや。仕事話はないんか。スマホ買ってもらえないクラスの貧乏人いじめられててかわいそうやわ。2分の1成人式とかいうゴミイベントあったやつおる？大人になって考えてみると、トイレでうんこもろくにできない社会だったて恐ろしいな。大人になったらうんスマ報告するくらいなのに。まあでも小学校の卒業式くらいだよな合唱フルコースは。なんだかんだ思い出や。5時間目なのにまだ給食食べてるやついてくさ。あっくんと遊んだ後いつも遊戯王カードなくなるんだけど。運動会の練習、文化祭の練習、卒業式の練習、三大無駄な時間。マサオ何時だとバリ喋るやん。学校来いよ。金曜日やから今日はカレーうどんや。Y の小学校1年の担任途中で消えたけど後から調べたら盗撮だったわ。今日も図書室で裸足の弦見るんを。
今かっこ今、別れの時、かっこ時。5、6時間目潰れると見せかけて普通に6時間目よりちょっと長引くからクソ。あと立ってる合唱のひな壇みたいなところで簡易学年集会やって帰る風潮。小学校の上下のつながりってガチでないしマジで面倒くさかったわ。地域のスポーツクラブの先輩は上級生って感覚ないし、関わりあるの登下校の半くらいやろ。君らどうせドッジボールでひたすら避けることに徹底する雑魚やろ。今日は給食がココア揚げパンやから憂鬱や、あんなの昼飯やなくておやつやろがクソ。在校生代表おるか。下のパートメロディーが違いすぎて覚えられない。カノンつけてえやん。ソフト面を死闘で4分割するのがうちの作法だったわ。ほな楽しかった、日々片付けるで。ワイも午後のお昼寝時間がだるいわ。なんで席をいちいち片付けないとダメなんだろうな。予行練習時のまま置いとけば楽なのに。今思うと給食の後の授業絶対寝てなかったのに、中高は飯の後の午前絶対寝てたわ。小学生の体力ってすげえ。今の小学生って親からギフトカード買ってもらったからソシャゲのガチャガーみたいな会話してるんやろか。ワイジャングル時も鬼ごっこ極めてたけど、あれ冷静に考えて相当危ないよな。デザートのじゃんけんに出てくるやつ、こじきすぎて哀れやわ。うんこしたいけど学校のトイレで出したら人生終わるなり。今の学生ってクラスラインとかあるんやろな。絶対嫌や。小学校の時めちゃくちゃ陽キャのやつがうんこ行ってくるわって堂々と、うんこしに行ったの見て一生勝てないと思ったわ。おそこなのに泣いてるやついてくさ、こいついじめようぜ。ドッジボールで隅にいるやつな。ドロケイ楽しかったわ。楽しかった。酢の味するサラダとかいうゲロ、リンゴが入ったサラダとかいう味覚、大量料理出すのやめろ。5年のくせに生意気やぞ。私たちは卒業生のことを忘れません。給食の時多くしてて言ってくるやつ、家帰ってスタフィーやりたいんごね。どれや、大学落とし、喧嘩落とし、喧嘩、原爆、どっちピンポン、元大中小。歯の健康の日みたいなやつと愛の誕生日が被ってて給食で出てくる煮干しをプレゼントと称して毎年押し付けられたわ。ドッジボールの半分けリーダーじゃんけんで最後まで取ってもらえないやつ、ミートソーススパゲティうまんご。鬼ごっこで鬼になると行方不明になるやついたよな。俺が地中一だけど質問ある？ワイの虫キングカードパクったやつ誰だよ。トイレでうんこの難易度が中学生になってぐっと下がったのは感動したな。陽キャ陰キャ関係なくトイレに殺到してた。あれで最初に人生の理不尽さを学ぶんや。平日の昼に小学校スレが伸びるやに。卒業式終わってみんなで金持ちの大西くんの家行って桃鉄してバスケして晩ご飯食べさせてもらったな。給食当番でマスク忘れたら袋叩きやったな。今と一緒や。ソフト麺の日に薄いスープ出た時の落胆よ。かゆいところがあっても鼻水噛みたくても絶対に動くなって言われてた。なんでこんなスレ伸びてんねん。伸びすぎだろ。小学校がお前らのピークだったんか。中学生はい、小学生の頃は良かった。高校生はい、中学生の頃は良かった。大学生はい、高校生の頃は良かった。社会人はい、学生の頃は良かった。ノリがビッグで臭い。あたし小、バレンタインが日曜日のため今日バレンタインチョコを持っていく。たかしくんのあげるんや。懐かしいな。小学校の頃ちょっとバカっぽいと思ってたやつ、最近どうしてるのかなって思ったら改造バイク乗り回してるみたいで笑ったわ。この前の成人式とかどえらい色の袴着てきたし、手で足作るのクソだるいわ。体育館のステージ裏でサボるの楽しいよな。練習の時全然違うこと叫んでたら外してもらえるで。ワイひまわり学級、練習に参加せんでいいから高みの見物。ワイのとこクジラ肉出てたんやけど、これって少数派なん？ニートのおっさんどもきつすぎ。また担任職員室引きこもったんやが。足めっちゃブルブルさせたらめっちゃ速く走れたわ。徒競走で一等取れるで。笑っていいともめっちゃ覚えてるわ。放課後歌の練習でイケメンがめんどくせえってキレて帰って結局戻ってきて女子が嬉し涙流してて笑った。クソが結局顔かよ。ウサギとか飼ってたの何やったんやろあれ。ガチ小学生いそうで闇を感じる。でも愛は休み時間に自由帳にカービィ書いてたで。小4の時隣のクラスが学級崩壊してたわ。担任もうつで給食してもうたし。何かの用事で給食時間中に職員室寄るとテレビでいいともとか見てんだよなあいつら。子供ながらに何やねんって思ってたわ。顔も知らん先輩に定型文書くことを通じて世の中の渡り方を学んだわ。卒業式で泣いたことなんか一度もねえわ。あの頃は何かしらの式で座るパイプ椅子が大きく感じたもんや。がんこちゃん、どんどん進ん。がんこちゃん、かっこ高音。どんどん進ん。がんこちゃん。日本って小学生から非効率な仕組みがスタートしてるからどうしようもないよな。ワイバスケ部のレギュラーやったぜ。あの頃がピークや。こういう思い出話って絶対盛り上がるよな。普段ひねくれてるなんジェイミンですらこんなノリノリなんだもん。女の子とデートで会話に困った時は小学校の話するとええで。迷路書いてるやつ。先生に帰りなさいって言われたからガチで帰ってきたんを。掃除の時間に流れてるところの曲も飽きたな。オレンジレンジとか流してほしいわ。ワイも2ちゃん始めたの小5だったしわかるで。牛乳瓶の蓋でめんこすんの楽しすぎ。1年と6年が手繋ぐやつコロナでなくてくさ。ワイの時女の先輩やったからほんま嫌やったわ。あの頃は友達いてポケモンとか遊戯王とかやってたよな。なんで今はぼっちなんだ？あれ？修学旅行行きたくないから休むって言ったら、先生に、絶対後から一生後悔するぞ、って散々言われたわ。旅立ちの日に好きやわ。ワイはソプラノ。
給食のわかめご飯めちゃめちゃ好きやったわ。でもパン嫌いやから黄金パンは無理や。もう少ししたらお昼寝の時間や。バグっていうほどガキやない。クモン行くほど大人やない。トントン、失礼しますかっこドアを開けつつ。ねん、国の愛です。先生いますか。矢印誰も反応しないのやめろや。こっそりロケット鉛筆持っていくんを。普通に廊下に立たされたり教師が生徒殴ったり当たり前だったよな。今じゃ問題になりそうだけど。地方校長逮捕、理由は不明。一日だけでもあの頃に帰れるなら全財産払ってもええわ。今授業中やろ。なんでこのスレおるんや。休み時間終了の音楽が流れたら校舎にダッシュや。最後に当てられた奴がボール片付ける。このスレ小学生のふりしてしょうもないレスするごっこ遊びか。平日の昼間からニートが小学生ごっことか情けなくて泣けてくるわ。ちゃんと働けよクソニートども。好きあらばドッジボール。よく短い休み時間でこんなんやってたわ。先生のことママって言っちゃったんを。まあ実際めんどくさい。マッマにプーマのビリビリ財布買ってもらったんを。挨拶しないだけで思いっきり蹴られたのゆるさん。楽器、20分の休み。ドッジ、鬼ごっこ、サッカー、手打ち野球、キャッキャ。大人、20分の休み。スマホいじってたら終わったわ。小学生の頃って楽しかったかと言われれば楽しかったけど、戻りたいかと言われたら絶対戻りたくないよな。戻るなら高校がいいわ。女子に掃除サボったら先生に言いつけられた。うでぇ、小学生で何時やってたらどんな大人になってたやろ。わい小学生、あっつ、こんな教室で集中できるわけないんを。教師、扇風機を許可する。前の方しか届かない扇風機、あはは。わい、グエー死ぬんを。わい、職員室行くんを。ガンガンに効いたクーラー、あはは。わい、お前ら何歳？30超えてんのは俺だけだろ。お前ら委員会何？わいは学級委員会やで。親の金盗んでお菓子買いまくってるやついたわ。静かにしないなら先生は帰ります。矢印職務放棄案。小学校の時ストレッチマン見ながら。なんでストレッチマンはこんなへんてこなやつのとこだけに行って僕の小学校には来ないの？ってマッマに聞いたことあるわ。子供って残酷やな。ハロは行けよ。体育館の中の半ズボンがくっそ寒い。学年上がるにつれて硬い筆箱とブリーフはバカにされるんよな。ポリゴンのフラッシュのやつあれマジでポリゴンがやったと信じてたわ。中学まで戻りたいわ。え？お前らって扇風機が教室にあったんか？すごくね。何もなかったが。小学校の頃って今より刺激に満ち溢れてたよね。大人の今よりよっぽど派閥とかにこだわってたし、油断したらカースト下ろされるから、舐められないように要所要所でアピールしたりとか。でも、腹抱えるくらいの笑いが一日に一回は必ず訪れてたわ。あんなに笑ってた時代は、もう来ないんだろうな。産業に近くのだるすぎ。毎日そんなネタがあるわけないやろ殺すぞ。こんなスレが勢い1位とか終わりやね。毎月1の朝歌う歌で1月だけ韓国語の歌で草生えたわ。誰も意味わかってねえの。小学生に戻りたいとか言ってるやつマジで言ってんの？戻ったらまた南 J 民に会える保証はないんやぞ。南 J なんて知らん生き方をしてしまうかもしれないんやぞ。Y にはそんなん耐えられん。南 J の家族たちがいない世界なんて考えられへん。記憶引き継いで小学生時代に戻れて同じ出来事起こるなら無双できるけど、コナン的な感じで現代の小学生やり直せなら無理ゲーやろ。ハイパー清涼マン Y、口が開いてないだけで叱られる。レイカズキッズがスレ立てかよ。地獄みたいなスレだな。雨の日に外で遊べないから教師公認で遊戯王カード解禁されてたわ。もちろん盗難多発したわ。いじめがクラスであって、授業潰していじめてた奴がいじめられっ子に謝るまで、授業やめますと先生言い出してみんなで謝るなと言ったのはトラウマや。不登校一致には関係ねえよ。小学校の雑巾って絶対どの学校も流入臭そう。カメハメハ、バリア、溜める。こんなのなかったっけ？溜めまくると強攻撃出せる。小学生の時はうんこ漏らしたとか言えなかったのに今ではうんこ漏らすたびに、連れ立ててみんなに報告できるようになってるからなんて民って成長してるよな。いじめっ子は大抵先生のお気に入りで外面がいいから無敵なんだよな。誰かアルプス一番弱やろうぜ。また南西民が人生の全盛期の話で盛り上がってんのか。コロナのおかげでクソ3年の卒業式でなくていいから最高や。掃除とか当時とかアホ臭すぎてなんだこれって思ってたな。いいお手本がどうたらこうたら、買い違うし接点もないのに。図書館でよく見た本、見っけ、バムとケロ、解決ぞろり、淡々の冒険。小学生の時ってスクールカーストの入れ替わり激しくて大変やったわ。と底辺もいじめっ子のリーダーも味わったからな。まあたビリーブ歌う練習か。次スレ頼む。高校は男子校やったけど常にトイレの個室埋まってた思い出。以上です。2本目は2022年8月に建てられたスレです。6年生を送る会があるすぎててさ、必要かあれ？さすがに時期早くね。アメリカやろ。6年生、はよ帰りてー。5年生、誰だよこいつら。くっそこれ、今やってるとか大勢済みか？どういうこと？ダルさんみたいにみんなパチスロして喫煙してんの？君が考えたスレ隊じゃないよね。あのアーチ何の意味があんの？夏休み中から準備しとるんか。夏休みにわざわざ出向いてまでやるか？何も世話になってねえよな。なんで1年年上なだけで何の関わりもない奴らを送り出さないかんのや。こういう奴が泣きがち。Y 送別会とか言って漢字とかやらされてマジでだるかった。Y の代でやめたで。
譲り派の集いって名前だった気がするわ。キッズも暑い中大変そうやな。小学生エアプヤン、なんでこの時期なんだよ。やったことないからこの話題に乗れない。アーチって全国共通なんか、なんか宗教染め見てるわ。塩ビパイプにゴミみたいなポンポンつけたアーチ持たせるのやめろカス。一年生を迎える会とか頼んでもないこと勝手にしてきてその運を着せてくるの。マジで決めえよな。夏休みキッズ、VIP でやれ。小学校行ってるアピールやめろや。ムカつくわ。4ヶ月経って思うけど帰りのあって時間の無駄やろ。縦割り学級とか言って無理やり他学年の絡ませんのほんまクソやわ。1年とか2年のクソガキすぐ泣くからめんどいわ。リハーサルやったり感謝の言葉や振り返りとか全部教師が考えてるのなんか違うよな。小自民暇そうやね。7月のうちにもう夏休みの宿題全部終わらせた自民おる。小学生エアクってなんやねん。ユタボン、みんな受験で忙しそうだったわ。一人ぼっちおじさんかっこ52、6年生を送る階だるすぎて草。お前ら何歌った？ワイワイブザイルの道や。アドのうっせぇわ。うっせぇわの大合唱は狂った学校すぎる。6年生も送れないような奴が一塁ランナーを二塁に送れると思ってんのか。おしっこ漏らした子がいてかわいそうだった。アーチって何やって記憶ないわ。過疎学校すぎて盛り上がったぞ。以上です。皆さんは6年生を送る会の思い出はありますか？